これより会議を開きます。包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求める件を議題といたします。この際お諮りいたします。本件審査のため本日政府参考人といたしまして、外務省大臣官房参事官遠藤和也君、大臣官房参事官河津邦彦君、大臣官房参事官三日薙智博君、北米局長市川圭一君、経済局長四方則之君、領事局長水島光一君、内閣官房内閣審議官安藤隆君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、財務省大臣官房審議官源新秀明君、農林水産省大臣官房審議官上博之君、大臣官房国際部長水野正義君、経済産業省通商政策局通商機構部長黒田純一郎君、防衛省防衛政策局次長野口康史君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。中谷真一君。